フォース・ロジャー。さあ、ちょっともうすでに地図がよくわからなくなってきましたけど、こっち側から今来たんよね、多分ね。こっち側から来て、ここが死者の的遺跡で、ってことはついこっち側か。火事場を中心に、あっちの下の方も見たいっちゃ見たいねんけど、上の方、ここは？あ、ここはね、さっきのところ繋がってんねん。これが、だからあそこがトレジャーハウス。やから、ここが繋がってんのね。で、ここが？タロスの祠へ。ちょっとごめん。これ最初の、誰やったかな？これか。エルトリス。ノート落としたやろって言ってたやつ。あいつのクエストが始まってしまいそうなんで、ちょっとタロスの祠はほっときますね。ちょっとほっといて。で、戻ってきて、この上にもなんかあんねん。あれ、なんもないか？ん？当てましょうか？誰かにスイートロールを盗まれたとか？またすごい顔しとんな。てか、ここのさ、関係ないんやけど、なんか、このマルカルスのこの階段登るとき、すごいぬるぬるっと上がっていくんで、ちょ、見ててな。ぬる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 って、なんか早くない登んの。スルスルスルって登れへん。これなんなん？これなんなんって、みんなに聞いてもわからないんだけどな。これなんなんやろね。まあ、いいわ。この上は、なんかてっぺんにあるわ、これ。あ、リベラ制度、ここか。ちょっとリベラ制度置いといていいっすか。いや、置いとかんでいいのか。ちょっと入るね。ちょっと入るわ。さっきのおっさんがね、シルバーハンドの宿屋におったおじいちゃん、名前何やったっけ？あれ、クエストになってるのがサブクエか、あれ。あ、これはディベラ制度で像を盗む。物乞いのおっちゃんが言ってるんけど、それはちょっと置いといて、ちょっと中だけ見るね、久しぶりに。いやー、久しぶりに来た、ディベラ制度。久しぶりに来た、あの人や、ご迷惑をおかけしました、あの頃は。俺のこと覚えてる？もうだいぶ経ったけど。姉妹たちがディベラと心を交わしています。邪魔をしてはなりません。はい、セナさん。また後で来てください。あー、すごいよね、ディベラ。ディベラ像の造形がすごいよね。もう全然、隠す気ないもんな、もう。なんやったら見てぐらいの感じだな。見て、私を見てぐらいの感じやからね。ちょっとお話できる？ごめんなさい。ディベラ制度は閉まっています。祝福を受けることはできますが、他のシスターたちはおこもりをしています。おこもりって。何か用？はい。あ、いいや。ディベラとは誰だ？異教徒ね。素敵。あら、怒らないで。からかっているだけよ。ディベラは美の女神なの。芸術家と吟遊詩人と人生の素朴な楽しみを求める者たちの守護神よ。聖堂は巡礼にディベラの祝福と人生で得られるものを楽しむ術を授けているわ。はい。指導はどこで受けられる？ねえ、あなたは見た目もいいし、教えてあげられることもたくさんあるわ。でも、聖堂は新しい生徒を募集していないと思うの。思うのって。ディベラが祝福しています。思うのって、それはあなたが決めることじゃないんですかっていうことやねんけど。何かお役に立てることはありますか？まあ、ディベラについてはね、一応解説動画の方と、うちの、実況動画のサングインの回で解説してたと思いますんで、気になる人、忘れている方はぜひそちら見てくださいという感じでございます。あ、こっちが行き止まりに、あ、なんとなく地形が分かってきた気がする。で、行ってない方向が、こっちの上かな？この上がまだ行ってない。これは？なんか塔やな。監視塔やって。これあれか、外から見えてた一番高い塔か。ああ。やけど地下に続いてるな、これな。監視塔言うてるのに全然監視できませんやん、これやったら。下の方ね。あ、これ要塞の中になんのか。あ、だから兵舎やね、言ったらな。兵舎や。この辺の錠前を一つでもいじれば、厄介なことになるぞ。そうやね。
だからその本来はそのマルカルスのその衛兵がおんねんけど、その俺がそのね、あのメインクエストの途中で、ここをあのストームクロークに渡してしまったから、その今はストームクロークがおるけど、本来は違いますね。まああんま変わらんねんけどね、別にね。あとはマルカルスのあのなんたら要塞だけちゃう？多分もう全部見たよ。あ、いや違う、まだ火事の下があるのか、火事場の下がまだ見れてないな。ここからは私たちが対処するわ。もう行って。火事場の下がまだ見れてないんで、ちょっと火事場の付近をもうちょっと見ていきましょうか。見応えあるな、マルカルス、ほんと。見応えあるわ。こっちは何なん？あ、鉱山みたいになってる。これなんか入っていく、あ、シドナ鉱山ね。はいはい。ここもあれやな、シルバーブラッドが、使ってるとかね。また多くや。こっちはあれか。火事場っていうよりは鉱山関係者やね。マルカルスの溶鉱炉を監視している。作業員は勝手なことをするから規則に従わせているのだ。結構多くが多いな。やっぱ繁栄区近いもんな。まだな、西の端っこやもんな。ムルシュグロッシュグルツ。まったく作業員どもめ、いつも文句と言い訳ばかりだ。ムルシュグロッシュグルツ、ここの作業員ではないな。何をしている？まさかお前とちゃんと喋れるとは。作業員の一人ですね。耳が悪いのか？私はこの溶鉱炉を管理している。銀のノルマに遅れてしまう。要件は何なんだ？何もしてないやん。この溶鉱炉はお前の所有か？ああ、はい。なんだって？いや、ソーナーシルバーブラッドが所有している。マルカルスの全ては奴のものだ。だが事務処理はすべて鼻利きネポスに任せている。出た、鼻利きネポス。あのじいさんの背中にはずっしりと重い責任がのしかかっている。ほう、フォースウォーンについては何をしてる？フォースウォーンに加わると言って、毎日労働者がこの丘を離れていくようだ。ノルドが気に食わないのか？結構。だがな、ノルドを殺すことに自分の一生を捧げるのか？そんなのは馬鹿げている。いいキャラしてるね。健闘を祈る。はい、ありがとう。でお前が従業員？仕事中に無駄話をするのは嫌われる。ハスラシル。おお。でどうすんの？これ見とこうか。あれ？家事仕事で忙しい。なくなった。金属を成形した。あ、話せるやん。おお。精錬所を仕切っているのは誰？ムルシュだ。でかいオークの男だよ。間違いようもない。あ、いいね、シンプルな。余計なこと言わないスタイルいいね。フォースオーについて何を知ってる？そんな話はしたくない。とにかく仕事をさせてくれ。ハスラシルさんね。あ、でも顔はすごい。ていうか何やろ、気のせいかな。なんかマルカルスって人の顔つきもなんとなくちょっと個性的な人多くない？なんかあんまりね、どうやろ、俺観光するのが久しぶりやからかな。なんかすごいそんな感じがする。また今度。はい、また今度。へえ、まあいいですわ。そしたら、あそこにもなんかあるな。いっぱいあるな、入ると。ウォーレンズ。ウォーレンズって何やろ。あのリフテンでね、あのラッドウェイ・ウォーレンズっていうけど、そのウォーレンズっていう言葉自体に意味あんのかな。ああ、これあれや、スラム街や言ったら地下の。多分さ、や物語の人いっぱいおんねや。ウォーレンズはあんたに向いてない。本当だ。ガーベイ。ウォーレンズはあんたみたいなのが来るところじゃない。何の用なんだ？はい、ウォーレンズとは何？他に住む場所を持てない奴らが行くところだ。鉱山が開かれた時、誰かがベッドを置くことを思いついた。労働者に病人に弱者、そういった連中がここにいる。そうかい。なんか苦労してそうやな、お前も。ここには金のない者や病気の者が住んでいるのか？まあ、今聞いたけどな。その通り。マルカスへようこそ、旅人。マルカルスへで？別の場所に住めることを神々に感謝するといい。じゃあな。ありがとう、ガービーさん。ガーベイって名前もあんま聞かんね。ああ、だからその、あれやな、その、地下居住区というか、まあ、その、あんまり恵まれてない人たちのための、その、部屋というか、居住区画みたいな感じやな。だから、ほんまにその、ラッドウェイみたいな感じやね。その、リフテンで言うところの。ここには来ない方がいいです。誰も来たがりませんし。カイリーン。ここは運動不全症や恩返症の人たちばっかりですよ。
なんかかわいそう。かわいそうやけど特に何をしてあげる気にもならない。エルトリスもここなんや。まあまあ、その労働者とか病人とか、その、まあそういう人やな。そういう人やな。はい、もう大体見尽くしたような気がしますけど、まだなんかあるんですかね。こっちから行くとどこに繋がんの？おしゃべりなんかしてられない。手を休めたらムルシュにひどい目に遭わされるんだ。なるほど。だからその、ここやな。最初の入り口から来て、こっち側行ったらどうなんやろうつってた方があっちや。だからもう全部見たんや。全部見ましたね、もう。そしたら、なんたら要塞いうとこ行きましょうか。あれ。あれな。ここや、確か。もう覚えたわ。この先。ここ。アンダーストントリアか。これがその、何かできることはあるか。これがそのあれや、他のところで言うところのその首長の宮殿というか、ホワイトランで言うところのドラゴンズリーチやし、ウィンドヘルムで言うところの首長の宮殿みたいな、そういう感じの場所ですね。入りましょう。思い出した。お前は同胞団の新メンバーだな。じゃあ、蜂蜜酒でもどうだ？入ります。アンダーストーントリレ。失礼します。そんなに広くないんかな。ビルラス修道士。死者の間のことなら中には入れないぞ。あ、なんか最初あったね、この人の話。いきなりやん。アーケイトは誰だ。いきなりこの文脈で。アーケイトは誰だ。アーケイか。八大神の一人、生と死の巡りを司る神だ。死者の間を訪れる者が祈りを捧げるのは彼の祠だ。そして自分たちの祖先が次の命へと生まれ変われるよう見守ってもらうんだ。はい、アーケイもね、何回か解説を出てますんで置いときます。一応聞いとく。死者の間とは何だ。スカイリムは初めてか。最初は面食らうよな。ノルドは霊廟を死者の間と呼んでいる。そこに町の連中は埋葬されるんだ。父親の祖先、母親の祖先。で、この一番目のなぜだっていうのは、その死者の間には入れないぞって言ってんねんけど、それはなんでですかっていうことやね。聞きましょう。なぜだ？それについては話せない。市長はみんなの悩みを聞いてるから安心してくれ。すぐにまた死者を訪問できるようになる。説得できる。無視されるのは嫌いだ。だったら死者の間は閉まってる。市長の命令でな。わかったか？話してくれたら助けになろう。ああ。言おうと思ってたんだ。事態を収拾してくれそうな人を市長が雇うはずだって。あ、いけたわ。気づいたんだ。死者の中には、食べられたものがいる。肉は噛みちぎられ、骨は割って髄をすすられたんだ。まだ誰も何も捕まえてない。いるのを知ってるかのようだ。真相を突き止められたら、アーケの司祭が褒美をくれるだろう。これが鍵だ。気をつけて。ああ。広間にはこっそり踏み込むぞ。何があるかわからないんだから。わかりました。なんかそのクエスト増えましたけど、まあ、ここのマルカルスの死者の間のその死者が食べられてるということで調査してくれというわかりやすいクエストですね。わかりました。また後でやりましょう。どっちから行こうかな。まっすぐ行きたい気持ちもあんねんけど、ちょっとじゃあまず右側から。完全にドゥーマの遺跡やなこれ。ほらもう完全やもんこれな。あったもんねこれ。あ、入れない。うわ、ドゥーマー博物館めっちゃ入りたいねんけど、どうしよう。入ったあかん？入ったあかんこれ。今軽く。ちょっとチャレンジしていいか？これは入りたいやろ、どう考えても。こんなん。入らんとしゃあないでこんなん。解説&実況で博物館言われてるのに、それを無視することできませんよ、僕は。はい。ちょっと失礼しますね。あ、そういう感じなんや。別エリアなんね。ごめん、敵とかおったらやめるね。敵とかおったら変えるけど、博物館やる。うわ、すげえ。うわ、すごいやん。うわ、すごいやん。博物館やん、マジで。スタップ。あ、市長の命令により止まれ。すいません。ロードしますね。はい、ありがとうございました。というわけで、普通に見つかると捕まるみたいなんで、また今度行きます。まあ、とりあえず見れたからね。よかったね、ということでね。はい。うわ、すごい。ここも博物館みたいやん。なにこれ。ほんまになんかもうリーチのそのブラックリーチの手前の遺跡みたいな。
これ何これ。先人とダンマ。広いわ。死者の間。あ、繋がってんねや、これ。ああ。死者の間に繋がってる場所があって、多分やけど、あいつがカルセルモな。あそこにおるあいつ。あれが多分カルセルモなんで、ちょっと一旦無視させていただいて、こっち側行きますね。まあ、入れへんかったらしゃあないけど。とりあえず、おお、すごいね。これが、ヌチュ&ゼル採石地。まあいや、多分その地域だよ、こっちは。まあ、ってことは、カルセルモか、ちょっと話すか。とりあえずカルセルモにね、なんか届けろっていうのがあったはず。とりあえずその手紙でね、そのドゥーマーのコテを送ってくれって言ってたらもうこいつやねんけど、カルセルモになんか、あ、指輪や。そうやそうやそうや。あのあれや、レッドガードのね、あの銀細工のとこ。あそこがその指輪をってか二人おるやん。どっち？カルセルモ、お前は？アイカンター。カルセルモはおじにあたる。研究所に関する彼の手伝いをしてるんだ。あ、そう。おじに講釈をさせない方がいい。一日喋り続けるぞ。あんたは何？どんな顔？ああ、なんか、ちょっと若干ハイエルフっぽいな。塔に置いてあるものの半分は怖くて。ハイエルフかな？おじやって。仕事があるのだが、なんだろう。ああ、ハイエルフや。ああ、でもなんかイケおじやな、顔が。ちょっと明るい方向いてよ。そこで何をしているのだ？発掘現場は閉鎖されているはずだぞ。作業員も衛兵も必要ない。こっちすら向けへんや。こっちすら向けへんや。ああ、発掘現場？ヌチュ&ゼルか？あのマルカルスの地下にある廃墟のことか。私がもう人生を二度生きるくらい長く調査している秘宝のことか。バカ者め。私が誰かも知らないというのか。タムリエルでドゥーマを調査している中で最も名が売れた学者なんだぞ。お前らと来たら、私の邪魔をしてばかりだ。すまない。少し興奮しすぎてしまったようだ。今イライラする仕事の真っ最中でついカッときて怒鳴ってしまった。何か用事でも？せやね。まあ最後にもう謝罪がなければもう完全にフスロード案件やったな。それはいいねんけど、こっち見てよ。なんと、もうお別れか。ちょっと顔が暗いのよ、あんた。ちょっとこっち向いてくれへん、本当に。話すとき。ヌチュ&ゼルで発掘した秘宝は、あ、オッケーオッケー。歴史に残るだろう。あ、いいですよ。スチームセンチュリオン相手には、数人の兵しか殺されていない。考えてみると、幸運だった。そうか。とりあえず届け物を渡しましょう。指輪です。ああ、そうだったな。いつもそれを受け取りに行くのを忘れてしまってね。かわいそうなケラ。なんて辛抱強い女性だ。さあ、礼を受け取ってくれないか。いくらかの金ではどうだ。人々はどうも金が好きなようじゃないか。なんかすっげえバカにされてる気がするけど。ああ、発掘現場を見たい。まあ見たいけど、ちょっと置いといて。あ、ドワーフのコテを持ってきた。いや、持ってないけど。え、持ってることなってんのこれ。一応言っていい？本当か。ぜひ見せてくれないか。いや、もう持ってないかもしれない。おや、なんてことだ。もしどこに置いてきたのか思い出せたなら、私はここにいるぞ。まあ、作ればすぐ渡せねえけどな。ドゥーマーについて調べてんやんね。そうだ。彼らの歴史や文化はマルカルスのあちこちに残っている。石切区であり、職人であり、技術者であった民だ。彼らは機械を発明し、手の込んだ地下都市を作り、そこで神自身に挑戦する術を研究した。そしてまだいつとはわからないのだが、ある日彼らは姿を消した。全ての人々が一瞬にだ。彼らは発明品だけを残し、忽然と消えた。はい。多分今のはね、レッドマウンテンの戦いの時の話かな。一応第一期の700年って言われてるんですけれども、まあ、簡単に解説出せたら出しておきましょうか。
はい、っていう感じです。まあでもここのドゥーマーがいなくなったっていうのは、その文字通りいなくなったっていうだけで、その消滅したとか死んだとかとは違うかもしれない。それはもう誰にもわからないですね。衛兵が必要なの？第一に調査の内容を守らなければならない。人も殺しかねないほどの学者仲間はたくさんいる。油断したら私が苦労して見つけたものを取ろうとするに決まっている。それにヌチュアンドゼルへと通じる発掘現場は危険でいっぱいだ。ドゥーマーの機械や罠は何千年も経った今でも役目を果たすはずだ。はあ。で、発掘現場を見たいって選ぶと、多分その、そういう、だから俺を雇ってみたいなことになるのかな。ちょっと置いとこうか、これは。なんと、もうお別れか。ちょっと置いときます。カルセモさん、ありがとうございました。多分そのカルセルモが調査したいこの遺跡の奥に進むために多分俺が雇われる流れになるのやろうなぁとは思うんですけどね。まあ、ちょっと今回置いときますね。ちょっとさすがにそういう回ではないので。まあでも近いうちにやりましょうね。はぁ、他特になさそうやね。そしたら、多分ね、最初のところ俺右左って言ったけど、多分まっすぐ行くとね、首長の間になりますんで、ちょっと首長に会いに行きましょう。